せに走り出す街の中叩かれたいつものようにカードを君に夢中なことに分けなんてないのにその1年対上級生の試合で活躍するルカワに苛立っていた桜木花道はいつしかルカワのスーパープレイに目を奪われていた。そしてついに雑草と試合に登場した桜木は記念すべき初のダンクをなんと赤木の頭に決めてしまうのだった。柔道男の罠。ちっ、まだ来ねえのか、やつは。もう3時間目が始まるぞ。もしかしてもう学校にいるんじゃねえのか。俺たちが見逃しちまっててよ。バカ野郎、あんな奴を見逃すわけねえだろ。あのバカげた。赤い髪をよ。ああ、雨は嫌いだ。おお、まだ首が痛え。ゴリの奴を思いっきり締めやがって。1年の桜木花道だ。うん、それじゃあこの英文を、あ、赤木、訳してみろ。はい。彼は言った。朝、それは希望に満ち溢れた一日の始まり。人々はその透き通るような眩しい光を仰ぎ、そして願う色とりどりの幸福。うん、ほぼ完璧だ。よろしい。さすが赤木くん、今のとこかなり難しかったのに。そうか、まったくかなわねえな、あいつには。どう赤木くん、バスケ部の方は。キャプテンがだいぶ板についてきたんじゃない。いや、まだまだだな。厳しくしなくちゃいけないんだが、どうしてもつい甘さが出ちゃうんだよな。どうもいかんわ。十分厳しいよ。まだ厳しくする気か。でも今年のバスケ部はいけそうじゃない。そうそう、学校中の評判だぜ赤木。一年にもいいのが入ったらしいじゃねえか。どうだかな、問題児ばっかでな。ねえねえ、ルカー君また寝てるわよ。起こしてあげたら、ほら小池のあの目、絶対気づいてるってやばいよ。ルカー君、ルカー君ってば。私の準備はそんなにつまらんか、そんなにつまらんか。私
の授業はそんなにつまらんか。おい、他の授業でも寝てますよ先生。何人たりとも俺の眠りを妨げる奴は許さん。何？何するか？ルカオが寝ぼけてるぞ。桜木。おいミト、今日桜木はどうした？サボりか？ああ、知りませんよ。ち、もうサボりだしたか。やっぱりだ、思った通りだ。何度言っても髪は黒くしてこんし、こういうやつが3ヶ月ぐらいで学校辞めちまうんだ。まったくパターンだ。ちっ、おいミト、お前本当に知らんのか。おい、ちっ、まったく嫌な生徒だ。何やってんだろうな花道は。桜木花道だな。なるほど、いい体が仕上がるぜ。なんだてめえら待ち伏せなんかしやがって。おかげで完全に遅刻じゃねえか。何言ってやがる。もともと完全な遅刻じゃねえか。人のせいにすんな。まともに相手してんじゃねえよおめえら。どうも噂通りの大バカ野郎みたいだぜ。何よ、誰なんだてめえら。てめえらなんか知らねえぞ。俺は会ったこともねえ。ああ、個人的には恨みはねえが、上からの命令でな。悪く思うな。今度、陵南と練習試合するんだって？ああ、去年の県大会の時は100点ゲームでボロ負けしたが、陵南のエースセンターの魚住だけはこの赤木が完全に抑え込んだんだ。すごかったよあの時の赤木は。今年こそいい線いけるわよきっと。目標はどのくらいなの？ベスト8？インターハイ出場とか？全国制覇だ。全国制覇は中学の時からお前の口癖だからな。小学校から全国制覇か。こういう話をしていると現れるんだ、やつが。やつ？全国制覇？そいつは俺が先だ、赤城よ。俺たち柔道部だな。ああ、来たよ、やっぱり。青田。青田くん、青田くん。まったくどんな耳してんだ、お前。この話をするたびに隣のクラスから来るのやめろよな、青田よ。老朽などという浮ついたスポーツにうつつを抜かしおって、俺は情けないぜ赤城よ。なんでバスケットが浮ついたスポーツだ。よく知りませんくせに分かったようなこと抜かすな。一体貴様は何年間同じセリフを言えば気が済むんだ青田よ。貴様にそんなこと言われる筋合いなどないわ赤城よ。いきなり対決ムードだわ。何なのあの二人。いつも朝断るごとに張り合ってるんだ。あの二人は小学校時代からの親友であり、ライバル同士でもあるのさ。難しい関係なのね。時に赤城は。うん、春子ちゃんは元気か。うん、触るな。そして小学校の時に赤城の妹春子ちゃんに一目惚れしたらしい。難しい関係なのね。まあいい。柔道部はすでにインターハイ制覇へ向けての強化を図っている。先に全国制覇を成し遂げるのは俺たちだ赤城よ。青田、俺たちもマジで今年は狙ってるぜ。一年にいいのが入ったんだ。おお、うちもだ。100年に一人の逸材が入ることになってる。大げさだな。どんなやつなんだ。一年七組桜木花道。なんだと。ちょっと待て青田、どういうことだ。どうもこうもねえよ小暮、言葉通りだ。すでにうちの精鋭部隊が勧誘に行っている。あいつら荒っぽいから無茶してなけりゃいいが。
話はついたようだ。ダメでした。うちの猛者どもを相手にますます惚れた。桜木は絶対にうちがもらうぜ、赤城よ。いやちょっと運動したら腹減っちまったな。お客さん、いいの学校は。気にしない気にしない。じゃあつけといてね、ごちそうさん。つけとけ、 お客さん。Hi guys, the first part of Slam Dunk was fun, wasn't it? Basketball's great. Let's play it together. Thanks for waiting. The second part of Slam Dunk will start in a minute. Let's get together in front of TV. よし、こんなもんでいいかな。いやー、眩しいな。ほんと、輝いてるぜ。マルコさん、生かす。よし。なんだあいつら、授業中に。お、ハルコちゃんが気がついたぞ。手を振ってみろ、手を。いやー、あははは。桜木くん、耐えるんじゃない。ああ、春子さんになんてことを。やろなんだ、お前は。なんだてめえは。桜木、これはなんという偶然。実はお前に。だから授業中に覗きとはいい根性だ。教会室まで来い。これ絞ってやる。まずい、花道が捕まった。逃げろ。あの白状者たちめ、見ろ見ろ、ほら、お母さん逃げる。花道、てめえ仲間おる気か。振り向くな、オークス。おとなしくしろ、桜木。こら、てめえらだけ逃げるんじゃねえ。汚ねえぞ。ジタバタするな。くんねえ。おお、こら、桜木。なんでじゃ、すみません、ドク様。まったくめちゃくちゃだな、あの桜木は。くそ、なんてやつだ、あの野郎。ああ、いて。素晴らしい。このパワフルな体育教師二人をいとも簡単に投げ飛ばしてしまうあの怪力。あのパワーだけでも相当な戦力になる。やはり俺の目に狂いはなかった。桜木、お前は柔道をやるために生まれてきた男だ。バスケットなどやめて柔道部に入るんだ、桜木花道。何ブツブツ言っとるか、青田。さあ来い。まったくお前はもう3年だろうが、しっかりせんか。まったく何を考えてるんだが。綺麗になったな、ハルコちゃん。ほら、あれ、ほら、見る。何あの人、3年生、ハルコの知ってる人。うん、お兄ちゃんの幼馴染のタッちゃん、青田達彦さんっていうの。あの桜木軍団といい、今の青田って人といい、ハルコの知り合いって変な人ばっかりね。お兄さんも怖いし。え、そんなことないわよ、みんないい人よ。まあ、お兄ちゃんは怖いかもしれないけど。一時間正座だったらしいな、青田。まったく、柔道部の大将は何やってんだが。うるせえよ。おや赤木よ、あの桜木は絶対にうちがもらうぜ、もう決めた。まだそんなこと言ってんのが。あいつは柔道をやるために生まれてきた男だ。あの体格、あのパワー、そしてあの度胸の良さ。あいつは球技なんかをやってて満足する男じゃねえ。あいつに向いてるのは格闘技だ。おいおい、勝手に決めるな。いいや、格闘技だ。それに一番大事なのはあいつの気持ちだ。あいつが本当に好きでバスケットなどをやってると思うか。おそらくそれは違うはずだ。あいつが好きなのはバスケットじゃなくて春子ちゃんだ。違うか。バスケットをしたくてやってるわけじゃない。ただ春子ちゃんに気に入られたいからやってるんだ。
アルコちゃんはほんと綺麗になったぜ。しばらく見ないうちにすっかり大人になって、しかもこの小北に入ってくるとは。俺はついてる、うん、何が言いてんだ赤城よ。アルコちゃんを餌に桜木をバスケ部に縛りつけるような真似していいと思ってるのか。何、あれほどの素質を持った俺、自分に一番合った自分が心からやりたいことをやらせるべきじゃないのか。別に俺はあいつにバスケ部にいてくれなんて頼んだことはねえよ。おい、そうか、つまりバスケ部の大将としては柔道部が桜木を引き抜いても別に引き止めはしねえってことだな。あいつの自由だ。そうか。ちょっと待て、副キャプテンは許さんぞそんなことを。おい青田キャプテン様が許したんだ、副キャプテンの戯言など聞こえんな。待てよ赤城、いいのか赤城。お前はさっきの柔道部主将青田だ。桜木花道、お前に話がある。ぬぅ、な、はるかさん、たっちゃん、たっちゃん、やあ、はるこちゃん、きれいになったね、はるこちゃん。自然だ、ごく自然に言えたぞ今のセリフ。じゃあ俺ちょっと桜木と話があるから、これで。こやつは一体。ん、あれは青田に桜木、青田のやつ。さあこれを着るんだ桜木。お前は柔道をやるために生まれてきた男だ。柔道部に入れ桜木。柔道？なんだいきなり。そんなことよりてめえ、春子さんとどういう知り合いだ。たっちゃんなんて呼ばれやがって羨ましいか。ん、花ちゃんいいなあお前はせいぜい桜木くん止まりだろ。呼び方一つで二人の親密度が分かるってもんだぜ桜木。俺の勝ちだな。何よ。おい小暮、俺はこんなこそこそ覗くような真似は性に合わん。帰るぞ。いやダメだ、桜木を柔道部にやるわけにはいかん。見ろ、青田のやつ柔道着なんか着て、まさか腕ずくで桜木を入れるつもりじゃ。もしやリンチとか。バカ、ああ見えても青田は喧嘩でも名の通った実力者だぞ。素人相手にそんなことするか。ついこの間その素人相手にムキになって勝負したバスケの実力者はどこのどいつだ。うん、桜木よ、これが何かわかるか。てめえそんな趣味があったのか、危ねえやつ甘いな桜木、よく見てみろこれが誰か。あ、これはもしや。その通り、これは春子ちゃんの小学生時代の写真だ。なに、これが中1、これが中2、これが中3、これが中学の卒業式だ卒業式まで。これが中学の時の春子さん。なんて可愛い中学生だ。うん、俺の宝物だ。柔道部に入部すれば、これを全てお前にやると言ったらどうする。あんの野郎、春子を餌にしてるのはてめえじゃねえか。散々かっこいいこと言っときながら、あんの卑怯者が。まずいぞ赤城、桜木のあの顔。何ですと。かなり傾いてる。あいつはああいう男ださあ桜木花道、
柔道部に入部すればこの写真は全てお前のものだ。さあどうする、桜木。おはっ。青田の策略にまんまとハマりそうな桜木花道、バスケットを捨て柔道部に入るのか。この写真が欲しいだろう。欲しい。こんな可愛い春子さんがあんなごつい男と兄弟とは絶対信じられん。ゴリのやつ、俺を目の敵にしやがって。そうだ、共通の目標のために言っておくも。打倒赤木だ。春子さんの写真をもらって柔道部に入ろう。スラムダンク、俺はバスケットをやる。見てくれよな。